プログラムディレクターの北川先生より目標6プログラムの紹介をいただきます。北川先生、よろしくお願いいたします。それではムーンショット目標6、2050年までに経済、産業、安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現のご紹介をさせていただきます。目指すですね、社会像というのを掲げておりまして、そこではですね、スーパーコンピューターを超える量子コンピューターの計算能力によって地球規模の社会課題や困難な問題が解決され、経済、産業、安全保障が飛躍的に発展した社会の実現を目指しております。例えば窒素肥料の原料となるアンモニアの工業的生産に人類の全消費エネルギーの数パーセントが使われていると言われていますが、マメ科植物の根に寄生する根粒菌が行う酵素反応による窒素固定を量子コンピューターで解明し、人工的に模倣することができれば、桁違いの省エネルギー化が実現します。同様に植物の光合成を模倣することができれば、炭酸ガスを減らして地球温暖化の解決につながります。量子コンピューターはスパコンを超える計算能力を持ち、さまざまな困難な問題を解決すると期待されます。特に複雑に絡み合う量子状態をありのままに計算できることから、量子化学計算の精度が飛躍的に向上し、先ほど述べましたように触媒や酵素の働きを解明することが期待されます。それによって産業におけるエネルギーや物質の利用効率が飛躍的に向上し、エネルギー、資源、環境問題の解決につながります。その他にも室温超伝導材料や創薬など材料、化学、製薬産業全般の発展が期待されます。さらに機械学習、金融、セキュリティなど多くの分野への応用が期待されます。量子コンピューティングによる科学技術の飛躍的な発展により、経済、産業、安全保障に大きなイノベーションをもたらし、持続可能な安全で豊かな社会を実現することを目指しています。しかし現時点で実現されている量子コンピューターは50量子ビット程度の規模で、量子的な誤りが生じてしまうために大規模な計算を行うことが困難です。そのような中規模で誤りのある量子コンピューターを NISQ、NISQ と呼んでいます。2019年に NISQ の動作をスパコンでシミュレートするには長い計算時間がかかり、ある意味でスパコンの能力を超えることが示されました。これを量子超越性と呼んでいます。しかし、まだスパコンを超える有用な大規模計算をNISQが実行できたわけではありません。窒素固定や光合成を解明する大規模な量子化学計算には、誤りのない理想的な量子コンピューターが必要です。それが量子的な誤りを訂正しながら計算を行う誤り耐性型量子コンピューターです。これを実現するには、量子ビットの数を大幅に増やして冗長性を持たせ、量子誤り訂正を行い、さらに誤り確率を誤り耐性式1よりも小さくする必要があります。ここで簡単に原理を触りだけ紹介します。量子ビットは0と1以外にその任意の重ね合わせという中途半端な状態を取ることができます。それが量子コンピューターの能力を高くしているのですが、一方、量子状態は非常に脆弱で簡単に変わってしまうという欠点があります。例えばこのように状態がずれてしまいます。この右側のですね、真ん中の丸なんですけども、状態が赤い方にですね、ずれてしまう。このような任意のですね、ずれ方をする。ずれ方というのは無数にありますので、そのようなものが防げるのかと思われるんですが、実はこのような誤りが、どのような誤りが生じたかを測定すると、Z、X、Y という3つの誤りに特定されます。そしてそれと同じ操作をすることによって元に戻すことができます。これが量子誤り訂正の基本的な原理です。こういうことを繰り返しながら計算を行うわけですが、それには冗長性、すなわち余分な量子ビットがたくさん必要になります。ところが、量子ビットを増やすこと自体が物理的に制約される場合があります。例えば、イオントラップでは一つのトラップに並べられるイオンの数に限界があります。
超伝導では一つの希釈冷凍機の中に収容できる量子ビット数に限界があります。そのため複数の小中規模の量子コンピューターを量子通信によって接続してより大規模な量子コンピューターとして動作させることも必要と考えられます。量子ビット間の結合の強度やトポロジーは物理系によって異なりますので、それに適した量子誤り訂正方式を見つけて誤り耐性識値を可能な限り高くする必要があります。量子ゲートの誤り確率はその誤り耐性識値より小さくする必要があります。これらの課題を克服して誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現するために、量子コンピューターハードウェア、それらを量子的に接続する量子通信ネットワーク、それらを分散型量子コンピューターとして動作させ、その上で量子誤り訂正を行い、誤り耐性を達成するための理論、ソフトウェアの3つのカテゴリーの研究プロジェクトを推進し、それらの有機的なコラボレーションによって目標の実現を目指します。世界の量子コンピューター開発状況ですが、有望な4方式で量子ゲートが実現し、その中の3つでは量子回路まで実現しています。ただし、誤り耐性はありません。このように世界的にも複数のハードウェアがしのぎを削っており、ミスクの範囲でも全く勝負はついていません。ましてや誤り耐性型汎用量子コンピューターとしてどれが生き残るのか、あるいはこれらとは全く別のものになるのか、現時点では予想ができません。これが、採択された7つの研究プロジェクト、と PM、そして、目標6のポートフォリオです。ハードウェアの方は超伝導、イオン、光量子、シリコンの4つのハードウェアをですね、競争的に推進します。そしてそのハードウェア間をつなぐ2つの通信ネットワークのプロジェクト、そして1つの理論ソフトウェアのプロジェクト、合計7つのプロジェクトで推進していきます。で、このですね、30年後のムーンショット目標を実際達成を担うのは今の10代、20代の皆さんです。そのため若手人材の育成ということが非常に重要です。量子情報の分野では2004年から約10年間行われたサマースクールで多くの研究者を育成しました。そしてこの課題、目標6のですね、課題推進者の多くの方がですね、このサマースクールの出身者であります。ということでムーンショットでもサマースクールによって30年後の目標達成を担う若手人材を育成してまいります。その際にですね、オンラインも併用して、国民一般向けのアウトリーチ活動も行ってまいります。最後に、この目標6、2050年までに経済、産業、安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピューターを実現となっておりますが、実はここに書かれていませんが、科学への応用というのがまず最初にきます。特に先ほど見ましたように量子科学計算の、が非常に発展すると思われます。で、それで窒素固定や光合成の解明というのは地球温暖化やエネルギー問題など社会課題の解決につながります。ということでこの誤り耐性型汎用量子コンピューターというのは人類や地球の未来を変える力を持っているというふうに私は考えています。で、誤り耐性型汎用量子コンピューターの実現には多くのブレイクスルーが必要であり、まあ、大体専門家の、まあ、これも当てにはなりませんけども、30年ぐらいかかるのではないかと予想されております。で、日本はですね、このムーンショット目標として、いち早くこれに照準を定めて、オールジャパン体制で誤り耐性を目指してまいります。アウトリーチ活動を通じて、誤り耐性型汎用量子コンピューターへの挑戦を国民の皆様と広く共有してまいります。そして皆様の、国民の皆様、産業界、学会の皆様の応援が、この目標達成にはぜひとも必要ですので、どうぞ応援の方をよろしくお願いいたします。